からの時と同じ。エミリー、無理をするな。ここは俺たちが。冗談だろ。たった一人で。つらかったよな、エミリー。今その苦しみから解放してやる。もう少しだけ待っててくれよ。すまねえ。いつでもどうぞ。貸してくれ。人思いにやってくれ。この借りは必ず返す。そこで何をしている？そいつらは進化の階段を踏み外した脱落者たちだ。違う、みんなはまだ眠ってるだけ。いつかきっと目覚めるんだから。悪いな、彼らの目覚めを待つ時間はないんだよ。彼らにはお前たちが進化するための贄になってもらうのだから。待って、私がみんなの分まで協力するから。それは興味深いが、汚れた手でみんなに気安く触らないで。安心して、ヤクモ兄ちゃん、私が
みんなを守るから。その代わり、今度会った時は、ヤクモ兄ちゃんのおにぎり、たくさん作ってもらうからね。覚悟しててよ。みんな、元気でね。予想通りだ。強靭な意志こそが侵害の侵食を食い止める力になる。人類はより高次の存在へと昇華する。全てを知り、全てを超越し、やがては全てを飲み込むのだ。待っていろよ、グレゴリオ。最後はお前の番だ。よう。ヤクモ兄ちゃん、嘘、本当にヤクモだ。元気になったんだ。よかった、本当によかった。すまなかった、来るのが遅くなったな。大丈夫、私が自分で決めたことだから。俺がお前たちを守らなきゃいけねえのに、すまん。ほら、ヤクモ、いつも前を向いて進んでいくのがヤクモのいいところでしょ。私たちはそんなヤクモの背中を見て育ってきたんだから、しっかりしてよね。すまん。ほら、また相変わらず強いな、お前は。でも嬉しかったな、来てくれるなんて思ってなかった。本当に嬉しい。こんな時でもお腹って鳴るんだね。ほらよ、ヤクモのおにぎりだ。いただきます。おいしい。ごちそうさまでした。おかわりしなくていいのか。いつものお前なら。もう十分だよ。だってさ、ほら。おい、待てよ。ねえ、ヤクモ。一つお願いがあるんだけどさ。小さい頃みたいに抱きしめてもらってもいいかな。
くも。あのね、私ね、